インドシナ難民とは、1975年、ベトナムラオスカンボジアが、社会主義体制に移行したことにより、経済活動が制限されたり、同体制の下で迫害を受ける恐れがあったり、体制になじめないなどの理由から自国外へ脱出し、難民となった人々の総称。難民の流出は1970年代後半から80年代を、通して見られ、特にその一部は、 ボートピープルとして海外へと脱出したことで世界から注目された。ベトナム戦争末期にヘリコプターでアメリカ軍の航空母艦に脱出した南ベトナム人、インドシナ三国からの難民の総数は約144万人に達し、その内約130万人がアジア地域の難民キャンプを経てアメリカ、オーストラリア、カナダ、フランス、日本など第三国に定住した。 1979年にピークを迎え、同年からは、ベトナム政府と国連難民高等弁務官事務所との間で締結された合法出国に関する了解覚書に準拠し、合法出国計画が開始され、その結果、人道的ケースや家族再開に限定し、ベトナムからの合法出国を認められることとなった。ベトナム脱出の手段として、 ボートを用いた人々を特にボートピープルと呼ぶ。ボートピープルは1979から82年頃にピークが見られる。これらの人々の多くは中国系であり、1979年前後には急激な社会主義化による資産制限、国有化に加え中越戦争による 民族的緊張から都市部で商業を営む家人が大量に国外脱出し国際的問題となった。1975年以前、南北ベトナムに在住していた145万人の家人のうち26万人は中国に帰国、111万1000人がアメリカカナダなどに移住し、 在ベトナムの火人人口は1987年には28.5万人にまで減少した。統一前、南部に居住する火人120万人のうち110万人は、サイゴンに在住し、さらにそのうち70万人は、チョロン在住であった。中越戦争期には、火人が大量出国したため、 初論の過人人口は1975年の70万人から1978年に10万人にまで激減した。当時、香港、マカオの難民収容所の7割は中国系ベトナム人であった。1978年、オーストラリアのマッケライ民省はベトナム当局が社会事業の一環として国内の過強人口を減らすため難民の 大量流出を助長している証拠は十分に揃っているとしてベトナムを非難した。オーストラリアは1975-1985年の10年間に9万人以上のベトナム難民を受け入れているが、1986年のオーストラリア在住の家境、家人人口20万人のうちベトナム出身の家境、家人は最多の39%で、 約8万人であった。その後、ドイモイ政策以後は帰国者も増え、ベトナムにおける過人人口は復調傾向にある。また、ベトナムでは政府によって約10万人に上る南ベトナム政府を呼び、南ベトナム軍関係者らに当局への出頭が命ぜられ最強育行くキャンプに送られ、階級、地位に応じてそれぞれ短いものは、数週間、長いものは、 数年以上キャンプで過ごした。1992年時点で10万人のうち9万4000人は、釈放されて社会に復帰していたが、残る6000人は、まだ最強育キャンプに収容されていた。米津間競技で9万4000人のうち3年間以上、収容されていた4万5000人については、本人の希望した場合アメリカが家族と共に受け入れる、ことを同意した。 各国の現在までのインドシナ難民受け入れ数は以下となっている。アメリカには多くの亡命ベトナム人のコミュニティや中国系ベトナム人のチャイナタウンが存在している。1970年代後期から第三国に移住したインドシナ系中国人の増加によりフランスやオーストラリア、カナダ、アメリカなどでは世界有数規模のチャイナタウンが新たに形成されていった。 ニューヨークやロサンゼルスのほか、シカゴの北花府、パリ南部13区、シドニー郊外、カブラマッタなどの大規模なチャイナタウンは1975年以降、海外に移住したインドシナ系中国人により形成されたものである。1979年、日本国政府はインドシナ難民の定住促進のための具体的業務を財団法人アジア福祉教育財団に委託。 同財団は、難民事業本部を設置した。AB インドシナ難民とは、難民事業本部財団法人アジア福祉、教育財団難民事業本部、若林恵子、中国人工町大国の行方岩波書店著者は、厚生省人口問題研究所地域、構造研究室室長読売新聞入管1992年9月8日及び9月9日。 インドシナ難民問題と、日本外務省情報文化局。1981年、過人月間1989年3月、ニール・シーハン、ハノンドサイゴン物語 P156、難民問題と、日本3国内における難民の受け入れから1978年から2005年末までの、インドシナ難民定住受け入れ数。 h t t p w w w c i t y y a m a t o l g j p w e b s h a k a i r e k i 1 6 0 5 h t m l ありがとうございます。